の棋聖戦五番勝負第3局が6月30日、静岡県沼津市の沼津クラブで始まった。羽生善治棋聖、竜王47、挑戦、物の豊島将之八段、28、が1勝ずつ挙げており、勝った方が棋聖位に王手をかける。今シリーズは、第1局を豊島八段、第2局を羽生棋聖が取った。二人の対戦成績は、羽生棋聖の13勝11敗と、勝、棋界の第一人者に対し豊島八段が5分に近い結果を残している。羽生棋聖は現在、同タイトルを10連覇中で、今回防衛すると11連覇とともに、前人未到のタイトル通算100期という大業を達成する。一方、豊島八段はトップ棋士との対局が続く中でも高い勝率を誇っているが、まだタイトル歴がなく、念願のタイトル、奪取を狙っている。持ち時間は、各4時、間。ABEMATVでは、この対局を終了、で生中継する。C ABEMATV、6、30土曜日8時30分第89、棋聖戦五番勝負第3局。羽生善治棋聖対豊島将之八段7、1、日、20時、ABEMATV 等、ナメントインスポーイドバイは、聖善治予選 B ブロックマイナス1第89期、棋聖戦五番勝負第3局、羽生善治棋聖対豊島将之八段無料のインターネットテレビは、ABEMATV、ABEMATV 出演者は、羽生善治棋聖。豊島将之八段です。アベマトバブ、イーマトブトーナメントインスパー、エオバイ、羽生善治予選 B ブロック、マイナス1無料のインターネットテレビ、は、ABEMATV、ABEMATV 出演、ものは、対局棋士、山崎隆之八段、増田康、広志六段、です。